今日のテーマは和音記号ですコードネームでも和音を表示することができましたなぜそれだけでは不足なのでしょうかコードネームは20世紀に入ってアメリカのジャズ奏者たちによって発案されたものだという話を聞いたことがあります演奏をするときにコードという記号で瞬時にどの音を鳴らすのかという意味では有効な手段でした しかし、コードネームという記号システムには大きな欠点がありましたそれは、和音の機能を表していないということです例えば、C メジャーという和音があったとします単なるドミソですしかし、C メジャーという音の集まりは波長調の手話音でもありうるしヘチョのドミナントコードでもあります手話音、つまり トニックか、ドミナントかは大きな違いがあります。ただのドミソですが、音楽の流れの中では色々な意味を持ち得るのです。そこで、調整との関係を含めた技術方法が必要となります。それが和音記号の意義だと言えます。コードネームが絶対座標だとすれば、和音記号は相対座標とも言えるでしょう。 和音記号にもいろいろなものがあります。日本で主流なのは画面に示すものですが、通称、芸大方式と言われています。ガラパゴス的日本の記号で、世界では使われていないそうです。そのあたりの政治を話すと、雑談で終わるのでやめます。音階の音をルートにして、上に音階に含まれる音を使って和音を重ねていきます。そういうのを、 ダイアトニックコードと言います和音記号で大事なのは何の調、キーかというのを書かないと意味不明になることです例えば画面の上の音符ではキー C と書いてあり波長調であること下の段はキー、小文字の A と書いて異端調であることを示していますそれぞれ音階の音を順番に並べて その上のダイアトニックコードを書いていますそしてローマ数字で1から7まで書いていますそれぞれ1度の和音2度の和音3度の和音と読みます上下の段でローマ数字の記号が同じですよねそうですこれだけでは何の音かわからないのですですからキーなんとか といいう表記が必ずいるのです例えば上の段で波長調の3度の和音はドレミの3番目がルートですから「ミ」から始まり「ミソシ」というのが具体的な構成音です下の段で同じ3度の和音でも「イタンチョウ」ですから「ラ」から始まった3番目の「ド」その上に「ミ」と「ソ」のシャープを重ねたのが構成音です同じ ローマ数字の3が書かれていても「ちキーが違えば具体的な音が全然違うことになります芸大方式の記号の約束ですが東京芸大の政治力はともかくとしてこれはこれで分かりやすいシステムだと思いますそれは展開形の表示でよく現れますドミソの和音はキー C であれば一度の和音です ローマ数字で一度大ききく書きますでも和音としてはドミソでもミソドでもソドミでも同じ3つの音が鳴っていることに違いはありません特にポピュラー音楽のギターなどではこの展開形をしつこく区別はしませんドミソが鳴っていればいいじゃん細かいこと言うなよということですところが ククラシックはこの音の音並びを気にしますドがルートに来るのを基本形だとしたら三度の「ミが一番下に来て「ミソドという積み方になったものを第一展開形といい和音記号の右上に小さく数字の1を書きます「ソが一番下に来る積み方は「第二展開形」といい数字の2を右肩に小さく書きますどうして ソミドではダメなのかというと、1オクターブから出てしまうからです。オクターブの中に収めたいのです。同様に、ドミナントの場合も、キーシーだとしてソシレファが構成音ですよね。記号はローマ数字の5を書いて、コードネームみたいに7を右下に書きます。G7 みたいな書き方です。そして、4つの音の並びの組み合わせが基本形以外に3種類できます。 展開系の名前もドミソと同じような言い方をします。では、ガラパゴスではない、世界標準かどうか知りませんが、海外で使われている記号システムです。3和音を例にとると、基本形はこれまでの話と変わりません。第一展開系のミソドですが、名前を6の和音と言い、記号はローマ数字の1の右下に小さく6と書きます。 ルートのミから一番上のドまでが6度なので、こういう書き方になっています。ちなみに、ミとソの3度がありますが、3度は普通の一つ置きなので、あえて書かないというルールだそうです。次は、第二展開形のソドミです。ソからその上のドの音程が4度です。ソから一番上のミまでの音程が6度です。 そこで、第二展開形の名前は四六の和音という名前に変わります。記号は右下に四、右上に六を小さく書きます。四六の和音という言い方はよく聞くので、これはこれで覚えておいたほうがいいです。四和音はさらにややこしくなり、第一展開形が五六の和音、第二展開形が三四の和音、 第3展開形が2の和音と呼び名がついていますが正直わかりにくいです実際のところ46の和音くらいしか実際には耳にしませんこれまで4つの音を重ねる4和音までやりましたさらに5つの音を重ねることもあります5つ重ねるとルートからオクターブを超えて9度の音が入ることになります 指は5本ですから、ピアノなら全部の指を使うことになります。あまりたくさんの音を一度に鳴らすと、濁ってしまって和音が汚くなります。ですから、旧の和音は限定された使い方がされます。例えば、画面は波短調の例ですが、ドミナントの属級の和音はソシレファラとなります。その中のルートの、そう省いた形がよく使われます。 つまり、シレファラです。これは7度の和音とも言えますがあえて「属級の和音の混音省略形と解釈します。「知れはら」は「素知れはら」の「素」がないものと考えるのです記号はローマ数字の5に9の和音である数字の9を右下に小さく書き混音省略形であることを示すためにローマ数字に斜線をつけます。さっっきも言ったように、 あくまで解釈なので海外の文献では7度の和音と書かれてもいます今度は一番大変な調整の話です小学校の音楽の教科書にも載っていたと思いますが音楽のテストではわけが分からず多分適当に答えを書いていたことでしょうでもクラシックだろうとポピュラーであろうと超重要ですですが 調整って何でしょう。教科書的には一つの音を中心とした音の集合となっていますがこれでは何のことやら分かりません多分、楽器の練習をだいいぶやっててて初めて体感としかかるんじゃないですかね。調整の違いって空気感の違いみたいなものなのでそういうのに感受性を持てるようにならないと感覚としては分からないと思います。 と言っていていいも仕方ないので理屈だけは勉強ししておきましょう。さっき和音記号をやりましたが始まりの1度の和音手話音と言いますオクターブの中には12種類の音がありどの音も1度になりえますですから1度の和音から7度の和音は12種類できますそれに加えて 単調というのができるのでダブルで二十四種類の並びができますこれがなんとか調というものです画面に出ているのは日本語では五度圏英語ではサークルオブフィフスないしはサークルオブフォースと呼ばれる大事な図です一度で理解するのは無理なのでわかる範囲で慣れてください要は シャープとかフラットとかの調合が右回りと左回りで一つずつ増えるに合わせて何調という英語ではキーと言いますがそれが変化します平行調というのは同じシャープやフラットの調合で出てくる長調,調と短調のことです右回りの読み方を説明しますキーシー波長調から始めます その5度上になるキー G と頂々でシャープ1個つきます。キー G の5度上のキー D、2頂々でシャープ2個つきます。キー D の5度上のキー A、頂々でシャープ3個つきます。そんな風にぐるっと一巡すると元に戻りますが、右回りではキー C シャープ、A 波頂々でシャープが7つつきます。 音階の音は7つですからそれに全部シャープをつけるのは全体を平行移動しただけになりますシャープを8つつけても意味がないので実用的に意味を持つのはシャープ系はキー F シャープまでです次に左回りの説明をしますキー C の4度上になるキー F にはフラットが1個つきますキー F の完全四度上になる C のフラットのキー辺路頂調にはフラットが2個付きますキー B フラットの完全4度上になるミのフラットのキー辺路頂調にはフラットが3個付きます以下、同様です左回りは完全4度なのでフラットが付いてくることに注意してください教科書によって5度圏と書かれたり4度圏と書かれたりしているのは右回りに数えているか 左回りに数えているかの違いで、中身は同じです。すぐに理解しろと言っても無理だと思いますので、何調のシャープとかフラットはどうなるのかを見分ける便利な図だと、今は思っていてください。平行調という用語が出てきました。これは何でしょうか。何調という区別ですが、それより前の時代には、先方 モードという理論がありましたジャズをはじめとするポピュラー音楽で今重要視されている音楽理論ですこれは和製法ができる前の中世の時代の音楽理論ですですから新しい作曲法を探してかえって昔に戻っているのが現在なのでしょうドから始める音の並びをド法、イオニアンレから並べるのをレ先法。 ドリアンなどという境界戦法とも言われるのですが聞いたことがある人は音楽をかじった人でしょうさて戦法が7種類できたのですがその中で使われる頻度の高いものと低いものが出てきました結局ド戦法と羅戦法が生き残り「チ長と「短ンという別の名前として理論化されました。この辺りは 音楽学の専門家からは突っ込みが入りそうですがアバウトにそう理解してください先ほどの話の続きですが単調は変わった進化をします羅旋法は「ら」から始めて順番に白い鍵盤を上がっていくだけですちなみにその並びを自然的単音階エオリア単調と言いますですがち調の時主音の前の音 導く音と書いて「同音」と言いますが主音に移りやすいように距離を小さくなっていますのの前のシがそれですそこで「単調でも「ラの前は「ソ」なのですが「ラと「ソ」の音程が全音なのでこれを狭くするために「ソ」を半音上げて「ソ」のシャープとする音階が作られましたこれを和声的単音階といって小学校以来我々が習っている単調の音階です でも、私が小学生の時も違和感を感じていたのですが変にアラビア風に聞こえたりするんですよねそう半音上げてそのシャープにしたためにその前の音ファとの距離が1音半に広がったせいです違和感を感じたのは私だけではなく皆さん同じでそれではということでその前のファも半音上げてファのシャープにする音階ができましたこれが旋律的単音階です これは上に上がる上高系と、下がる下高系で音が変わります。上高系ではファとソを半音上げますが、下高系では主音に行くためのジャンプがいらないということで、自然的単音階と同じになります。面倒ですね。各して単調は、いろいろいじった挙句、三種類もできてしまったのです。三種類できてしまった単調、単音階ですが、 超三和音の時に説明した自然倍音の理屈が使えませんペダルから上がる方には物理的な説明ができるのですが下がる方には同じ理屈が適用できないのですこの辺りは実用としての意味はありませんが長長と短調がセットで初めからあるというわけではなくドから始まる並びとラから始まる並びがなぜか生き残りそれが長長と短調として 再登場したのだということは知っておいても損はありません。和製法の話に戻ります。一つおきに三つの音を縦に積んだのが三和音でした。音階の音は七つですから、七種類の三和音ができます。どうして音階の音が七つかというと理由はありません。ペンタトニックといって音階の音が五個のものもあります。 そう決めただけですさて七つの音階の上の和音ダイアトニックコードとも言いますがそれぞれに役割機能という性質を和製法は考えましたこれは絶対に覚えてくださいトニック・サブドミナント・ドミナント記号は T ・ S ・ D ですよく使われる比喩ですが トニックがご主人様、ドミナントが奥さん、サブドミナントが子供というものです。調整の主人がトニックで、古典的な曲は最後に必ずトニックで終わります。次にそれを支える役割が奥さんのドミナント、ドミナントの次に必ずご主人のトニックがきます。ただ、ドミナントというのは支配するものという意味ですから、どっちが主人なんですかね。 音楽的にもトニックを支配するのがドミナントですから深読みしそうですね。サブドミナントは支配はしないけれどもトニックやドミナントにひっついているという意味で子供かもしれません。そして具体的な割り振りは1度の和音がトニック5度の和音がドミナント4度の和音がサブドミナントです。ドミナントだけ4和音で、これには深い理由がが、ありますが それは後にしましょう。画面で括弧の中に書いてあるのは代理和音です。3度と6度でもピンチヒッターができるよという意味です。1度はキーシーならドミソです。3度はミソし、6度はラドミです。3つの音のうち2つが同じですよね。多数決でまあ、同じでいいやということです。疲れてきたかもしれませんが、もう少しです。 和製法では、和音の並びに意味を考えます。カデンツ、修士という専門用語が使われますが、文章みたいなものです。カデンツには3種類あります。最後は必ずトニックでなければいけません。その前に来るのがドミナントのタイプ1、サブドミナントのタイプ2があります。そして タイプ3として、サブドミナントに続いてドミナント、それからトニックに行くというものがあります。ここで、大事なことを記憶してください。S から D と言いました。逆順の D から S は禁止なのです。しかし、黒人音楽のブルースでは、D から S は頻繁に使われます。 白人音楽で禁止のルールを黒人音楽は OK にしますしばしばこの2つは太陽と月みたいに例えられますクラシックで絶対に使われないかというと実はモーツァルトにも D から S の連結は見つけることができます「禁止じゃなかったの?」ということですが「モーツァルトは天才だから許可」ということのようですが何ですかねこの理屈は カデンツはトニックが終着点です。文章の終わりです。ドミナントからトニックに移るというのが、西洋音楽の大原則となっています。ドミナントは不安定な和音だから、必ず安定な和音であるトニックに行きたいというエネルギーがあるのだと考えます。不安定なところから安定したところへ移る、これを音楽用語で解決と言います。 解決という用語も絶対覚えてくださいではなぜ解決という現象が起きるのでしょうか和製法は次のように説明しますキーシーの場合ですドミナントは G7 で構成音はソシレファですその中にシュトファがあります このの音音程程、は悪魔の音程言語度です中世では最も不協和とされた音程ですこの不安定な音程は安定した音程に移ろうとするのがこの世の摂理だと昔の人は考えましたそこで「ファ」は半音下の「みに「シ」は半音上の「度に移るのが自然とされました「シ」と「ファ」は次の音が決まっているので 限定進行音という名前がついていますソシレファは必ず次にソドミに移るドミナントの次にトニックが来る理屈です練習問題を書いておきましたコロンの前がキーを示すアルファベットでローマ数字が和音記号です何の音でできているかつまり構成音音と音記号の語線に 音符で書いてくださいでは今日はこれくらいにしましょう